さんこんにちは。本日はコスメットというスマートウォッチをご紹介いたします。本日紹介するスマートウォッチは G1 女性用のスマートウォッチとなっております。こちらのスマートウォッチは概要欄の Amazon のリンクから購入することができるので、ぜひチェックしてみてください。それでは箱を開けていきます。パッケージもこのようにオーロラのように輝いているコスメットというロゴがおしゃれな箱になっています。プレゼント用にもとてもおすすめのアイテムです。こちらがスマートウォッチになります。機能が8つついているのもとっても嬉しいポイントになります。こちらの方にはモデル番号が書いてあり、 G1 と記載されております。中の方には説明書が付属されております。クラシックでスマート、健康的で初心者向けの第一選択と、初心者さんでも使いやすいスマートウォッチになっています。説明は日本語で書かれているのがとっても嬉しいです。表と裏様々に機能紹介がされているので、すごく大活躍しそうなスマートウォッチになっています。スマホをお家の中でなくしてしまった時とかにもスマホを探すことができたり、最近は、ね、もう日本もとっても暑いので水を飲むリバインダーですね、こういうのがついているのもとっても嬉しいです。こちらの最後のページにはアフターサービスの、ね、サポートの検索もついているので、安心して使うことができます。こちらがスマートウォッチの画面になります。傷防止シートが初めについているので、こちらを剥がしてから使用します。色はピンクゴールドの色味になります。腕につけるバンドは2種類ついていて、こちらのビジネスっぽいようなね、イラッとしたバンドと、もう一つはシリコンのベージュの色味のバンドが2つついているので、様々なシーンに合わせて使い分けすることができます。こちらのベージュのバンドは金具の部分もピンクゴールドっぽいような色味になっているのがとっても素敵だなというふうに思います。こちらのシルバーのバンドは、ね、お仕事とかするときにつけているとスマートに見えるんじゃないかなというふうな印象を受けました。真ん中の方がさりげなくちょっとねゴールドっぽくなってるのもおしゃれですね。こちらが予備のこのような中のねバンドのクリップのようなものになります。折れてしまった場合などはこちらをね中の方に入れてまたバンドを使用することができます。あとこちらですね、充電器も付属されているので、このような形でアダプター、別売りのアダプターを購入してそちらに差し込んでから、スマートウォッチの本体の部分を上にピタッと貼り付けてあげるだけで充電することが可能です。とっても充電もスマートにできるのが嬉しいです。こちらは取り付け用のネジみたいのがついています。実際に充電器の上に乗せてみます。充電時にはこのような形で画面表示がされるのでとても分かりやすいです。時計の画面が起動しましたが、とっても可愛らしい画面一瞬見えました。こちらの横のつまみの部分を5秒間長押しすると電源オンオフすることができます。時計の画面はこのような形で蝶が描かれたねおしゃれな時計のね針になっています。こちらの方に曜日も記載されているのもとっても分かりやすいなと思いました。説明書のこちらに記載されている QR コードを読み込んで専用のアプリをダウンロードしてから使用します。 Android と iOS 共有のアプリとなっております。 Bluetooth でアプリとこちらの時計を接続しました。で現在のステップ0となってます。で消費カロリーや歩いた距離ね、今日の目標も記載されています。で睡眠時間とかも時計をつけて寝ることでこちらね計測することができたり、心拍数や血圧、血中酸素も計測することができます。でこのような形で Bluetooth を管理するとかっていうねタップも出てきたり、あとは通知設定ができたりね、電話が来た時の通知やメール、メッセージの通知を設定したり、 SNS、X や Facebook、Instagram の通知が来た時のね設定ももちろんできます。あとはこちら先ほど言っていたお水のね飲む
通知とかも記載と通知ができたり、あと天気予報とかもね、このように設定することで天気予報も時計の方に表示されます。でこちらの方には運動の目標とかね、いろいろ単位の設定とか、もちろんフィードバックもここから送ることができます。時計をデバイスと接続するとこのように新しいメッセージがありませんと、下から上にスライドすると出てきます。で接続されましたというマーク、先ほど赤かったんですが、このようにね青くなりました。でこちらが電気ですね。タップすることで電気を消すことができます。お月様のマークはお休みモードとなります。こちらが省エネモードで Bluetooth の接続が切断されるっぽいですね。こちらが光の調節、画面の暗さを調節することができるので、お好みの画面のね明るさにして使用することができます。でこちらはメニューのスタイルでバッテリーやこのねスマートウォッチの振動強度を変えたり、言語を変えたりすることももちろんできます。ここからパスワードを設定することももちろん可能です。スマートウォッチが近くにないなと思った時はこちらをねタップすることで、ピッ、このような形で電話の方の音が鳴って知らせてくれます。こちらの方にはスマートウォッチの情報が載っていますね。でここをプッシュすると発信したり連絡先、通話記録を見ることがもちろんできます。下の方にスライドすると運動のデータや運動記録、心拍数を測ることができたり、血圧、ヘモグロビンの、ね、血中酸素濃度みたいのを測ることができます。音楽とも、ね、連動するので音楽を聴くこともできたり、女性の方はね月経の管理もすることができます。アラームを設定することもできるので、とてもねアプリの方から設定してあげると使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思いました。でこのような形で例えば血圧をところをタップするとこのように測定してくれます。だいたい30秒ほどで血圧の数値を測ることができるので、美容院とかで自宅で血圧測ってきましたかなんて聞かれることがあっても、こちらをね使用することができるのでとっても便利かなというふうに思います。今日は正常でした。こういうね過去7回の血圧のね記録データなども残すことができて、こちらの方から見ることができるので、わざわざ携帯を開かなくても病院とかだと便利かなというふうに思います。こちら画面を右から左へスライドすると今日の歩いた歩数や消費カロリーがこのように出てきて、逆に右側の方にスライドすると画面にねこういう本当に必要最低限なアイコンが出てきます。でこちらの方に今日の天気と温度が書いてあったり、ここからね電話をかけることもできるのでとっても便利だなというふうに思いました。このような形でアラームは今日ちょっと設定してないんですけど、天気予報とかもタップしてあげると大きな画面で見ることができるのでとっても見やすいです。個人的にこっちのねベルトの方が好きなので、こちらを取り付けていきます。ちょっとねグッと押し込んであげてから取り付けるとカチッとしっかりとはまってくれるので、簡単に取り付け取り外しもできます。ベルトをつけるとまた違った雰囲気になって、さらにねおしゃれになったような感じがします。実際に腕に取り付けてみました。穴がたくさんあるのでゆとりを持って時計をつけることができるのと、ここの部分ベルトのね支えになる部分が2箇所ついているので、最後の部分がビロビロっと、ね、外れてしまわないのもとってもいいなというふうに思いました。とっても素敵な時計になっているので、自分へのご褒美や
家族、親友、恋人へのプレゼントにもとってもおすすめです。色はゴールドの他にシルバーもありますので、お揃いにしてもとっても可愛いと思います。今日の動画はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。